同性同類。高村光太郎。知恵子し私は口を結んで粘土をいじる。千恵子はトンから旗を織る。ネズミは床にこぼれた南京豆を取りに来る。それをスズメが横取りする。カマキリは物干し砂に鎌を研ぐ。ハエトリグモは三段飛び。 かけた手ぬぐいは一人でじゃれる。郵便物がガチャリと落ちる。時計は昼寝。鉄瓶も昼寝。不要の葉は舌を垂らす。ずしんと小さな地震。油ゼミを伴奏にして、この一群の同性同類の頭の上から、四五線上の大花壇が、 真っ逆さまにガッと照らす。